はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数の性質2をお送りします。で、前回からね、こう本格的に三角関数が始まって、これが2本目です。で、今回も数1の三角比とちょっと内容かぶってるんですが、まあえてね、やっていきます。で、今回2問だね。なので、デクソナコはぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、どういうタイプの問題かっていうと、サイン・コサイン、まあ、サイン・シータ・コサイン・シータの値が出てると。で、これだけが分かってる状態で、まずサイン・シータプラスコサイン・シータを出しに行きます。で、これだけだったら普通に数字でできるんです。その時やった公式しか使わないからね、こっちもそう。でも今回のポイントはここ。やっぱりシータがね、π から2分の 3π と指定されてると。で、なんで指定されてるかって、それを使うからなんだよね。そこで引っ掛けが起こるから。で、なのでまずこれ π が180です。で、2分の 3π が270度なんで、一応確認しておくと、ここね、第三証言の話をしてると思ってください。で、第三証言の話をしてるので、まあ、どこでもいいんですけど、X 座標も Y 座標も両方負です。つまり、コサインシータもサインシータも両方負なの。っていうことが大事な。これを前提に思っててほしい。いいね。で、やり方は同じです。サインシータ、コサインシータが分かってる。で、これを出したかったら、まずこれを2乗します。だから、コサインシータの2乗って。で、もしこれ多分ね、途中式書かされないタイプのが多いと思うんだよね。答えだけを書かされるっていう。であれば、サインシータコサインシータね、書くのめんどくさいんだよ、この後ずっと計算で。こっちもそうなんだけど、だから途中式を書かないでいいんだったら XY とかって置いた方が楽だよ。書くとき時間短縮にもなるし、つまりこう書くんじゃなくて、サインシータを自分の中で X、 コサインシータを自分の中で Y って置いちゃえばいいから、まあ、こう書いていく方が楽だよね。今回は説明書ちゃんと書くけど、いいかな。ちょっとすげえ細かいことだけど、やっぱ時間短縮は大事なので、高校のね、範囲だと。で、これを普通に展開すると、サイン2乗シータで分かりやすいんで、先にこっちの2乗書いちゃうよ。プラスコサイン2乗シータで、最後本当はこれが真ん中に来るんだけど、2サインシータコサインシータとなります。これ展開しただけね。で、ここあ、でね、こっちだ。サイン2乗プラスコサイン2乗、これ公式で1だったよね。だからここ1です。で、サインシータコサインシータはここにあるように2分の1です。だから 2×2 分の1なので、ここ1になります。つまりプラス1ってことは2だよね、普通に計算して。で、ここの2乗を外したい。だから外すと、2乗外した代わりに右辺にプラスマイナスルートがつきます。だからこうなる。で、このまま書くと×を食らうっていう、そういう引っ掛けが起こる。で、やっぱり答えがプラスマイナス出てきた時は両方答える時もあるの。あるよ。でもプラスだけとかマイナスだけのことも多いので、そこでチェックします。で、どうチェックするかっていうと、今回さっきも言ったようにサインもコサインも負なんだよ。だからちゃんと書くんだったら、今回サインシータ負なのね。で、コサインシータも負。つまり負と負を足したものじゃんか、サインシータ足すコサインシータって。当然負だよね、負のものと負のもの足してるから。ってことは負じゃなきゃいけないと。だからこの答えプラスの方は除かなきゃいけない。なので答え、サインシータプラスコサインシータイコールマイナスルート2と、こっちだけが答えになります。いいかな。まあ、こんな感じで使ってください。そのためにね、範囲が指定されてるからね。で、次3乗プラス3乗、これも公式を使えば OK です。で、ここちょっとね、食い込んでしまったので、こっち持っていこうか。
で、これも一応ちゃんと書くけど、みんながあの途中式が書かなくていいんだったら XY で書いてね。のは絶対楽だから。で、これ、公式使うと、一応イコール書いておこうか。サインシータプラス、コサインシータ、カッコ、サイン事情シータ。一応これじゃ普通に書こうか。公式通りのね。サインシータ、コサインシータプラス、コサイン事情入ったかこれ。あ、入ってるね。コサイン事情シータとなります。これ公式ね、3乗の。で、これもう全部分かってるので、値が。まず、ここ、サインプラスコサイン。さっき出したように、マイナスルート2です。だから、マイナスルート2かける、こっちは、サイン2乗プラスコサイン2乗がさっきと同じく1です。公式でね。で、サインシータコサインシータは2分の1。つまり、1マイナス2分の1だから、ここ2分の1なんだよ。こうなる。で、あと掛け算するだけだから、マイナス2分のルート2と。いいかな?こんな感じでやってください。なので最初にも言ったけど、三角形のとことね、ほぼ、まあ、やってることは同じなんだけど、一応ここのね、範囲指定と、そこから導く答えがね、ちょっと変わってくるので、この辺を注意してやってみてください。では、今回は高校数学数2の三角関数の性質丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、一応、このタイトル丸5までやるつもりなので、次回はですね、サインの普通に値とかをやっていきます。ちょっとまあ公式なんかも混ぜながらやっていくんですが、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。